ども僕は37歳の社会人野球選手。前回は野球を始めた小学1年生の時のことを話したんやけど、どんどん野球にのめり込んでいきました。小学3年生の時に同じ小学校で練習してたジュニアホークスと僕が入団した丸橋レッズが合併することになりました。合併してできたチームが長尾南レッドホークス。6年生になった時にはキャプテンになって宝塚市でも優勝したりするんやけど、同じ宝塚市に中山さつき大ヤンチャーズっていうすんごいライバルチームがいて、そのチームから2人もプロ野球選手になります。そんなチームと常に優勝争いをしてました。中学に上がる時に公式ボールを使うシニアリーグにどうしても行きたかった僕は究極の選択を迫られます。中学でシニアリーグに行くか、中学の野球部に入るか、同じ経験ある人います？次は中学生、シニアリーグに行くか、中学校の部活に入るか、チャンネル登録よろしくね。